召喚獣シバ、ねじ伏せたのは褒めてやるが後悔すんなよ。あの時楽にしてもらえばよかったなんてよ。まだ嫌がったか。間違いない、武士だよ。やめろ。命が惜しけりゃおとなしく運ばれな。続いてパージに関する情報です。政府の発表によりますと、先ほどパージが完了し、国運を旅立った市民は全て無事にパルスへ到着したとのことです。ええ、おっしゃる通りです。パージ政策は大きな痛みが伴うことは否定できません。しかし数千万の国運市民を守るにはやむを得ない状況でした。ザイスリー代表はこのように述べ、パージの必要性を強調しました。今後再びパージが行われるのかという質問に対しては、パルシエデンの指導を仰ぎ総合的に判断すると述べるにとどめました。政府に都合の悪い話は全部隠してやがる。カノー黙示戦争より長きにわたり、国運はパルスの侵略を受けることなく大いに栄えてきました。この平和を永遠に守り続けること、それが政府の使命であります。政府は今後も全力を挙げて国運の平和を脅かす敵と
戦い続けるでしょう。俺たちは死ぬまで追われるわけだ。あのさ、うん、誰これ？近頃のガキときたらガレンス第3政府の代表だよ。人殺しの親玉だ。緊急世論調査によりますと、市民の 90% 近くがパージ政策を支持しています。必要な場合はさらにパージを行うべきとの回答も7割に達しています。ドイツもこいつもイカれてやがる。暇な奴らだ。行くのか。追っ手が来る。そんなことは分かってるが、こっちは素人なんだ。あんたのペースにはついていけねえよ。愚痴る元気はあるんだな。たく、あっちの方が頼りになるぜ。すいません。ねえ、逃げようよ。逃げてどうにかなるのかね。国軍全部が俺らの敵だ。どこまで逃げても追い回されるな。どうせもうじき死骸だしな。まだ平気だよ。簡単に諦めないでよ。諦めちゃいねえが、世の中どうにもなんねえこともあるんだよ。ガキにはわからんだろうがな。わかんないよ、ガキだから。まあガキと一緒に迷子じゃしゃあねえな。
逃げようや。うん。よいしょ、よいしょ。